おいちゃん、例えばそこが、あ、例えば、いやでも、そうですね、まあ、岐阜城とかは、ありきたりだね、答えありがとうございます。ありきたりかな、それから、ありますか、それから、そうですね、まあ、僕が応援隊勤めている高萩町とか行ってみてほしいです。高萩なんかあるの？はい、たくさんあります。たくさんあります。例えば、どんなところがありますか？それは自分で調べていきます。何かありますか、行った方がいいところとか、建て替え物とか。あのね、高萩町はね、はい、あの高萩市民プールがね、僕ね、いいなと思ってて、何がいいかってね、あの休みの日でも誰もいない誰もいない。なのでね、高萩の市民プール皆さんおすすめです。